とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は人兵一人でボスラッシュをやっていきます。まあ5体のボスを倒すんだけども、まあサクッとね倒すので見てください。行きましょう。では1体目のボス、オイーターだね。行こう。まあ能力は今爆上がりになってるから、この爆上がり状態で行こうか。よし、ちょっと待って、もう一回攻撃して、もう一回攻撃しちゃって OK。 行こうか。おお、いい感じ。相当ダメージいく。あ、ちょっと待って、もう一回攻撃して OK。 継続、この攻撃力2倍を継続しつつ攻撃していくね。よっしゃ、継続。あ、やばやべ、足遅くなった。これね、継続15秒だから、15秒の間に回避すれば大丈夫。あ、よっしゃ、継続。じゃあ決めちゃおうか、そろそろ。よし、はい、OK。 これで完全にいったね。あー、ダメだった、もも吐くやつだ。あー、嘘まあいいや、もう最後の最後ちょっとイマイチだったけども。吐き出すイベント多いよー。あのね、攻撃力下がると結構イマイチだね。ここまで変わるのか。まだまだ攻撃できないの。よしよしよし、はい、うん、やっぱ芸能人学徒の攻撃力継続は難しいね。まあソロじゃないとまずもって無理だな。じゃあ次のボス行こう。2体目、花子さん行こうか。ここはね、ちょっとガットを継続するのが難しいのよね。よし、うん、ラブリーハートとかがね、まあ、全然ダメなんだわ。あ、でももうすでに攻撃力2倍になって入ったから、余裕だったな余裕だったな。1回のコンボでもうすでに HP 半分。よし、ここで取ろう。よし、 OK、 結構いい感じに取れた。ここもちょっと突っ込んでいく。よっしゃ、ここも突っ込んでいく。よし、完璧、もう終わらせようかすげえダメージ。はい、終わり、余裕すぎ。次行こう。はい、来ました、3体目、ギガントボイラー。ここはちょっと時間かかるかな。まあできるだけ攻撃力アップは継続していこう。よし、 OKOKOK。 ダメージはまあまだそこそこ出せるね。いい感じいい感じ。よし、あっ、振ってる。一応避けたつもりなんだけど。よし、まあ、とりあえず地雷で稼ぎつつ、あー、いいね。よし、あー、でもこれダメなんだよ、盲目になったらばダメなの。ゴミ入れるやつ、入れるやつだなこれ。ちょっとね、攻撃力はちょっと継続しときたかったな。あ、いや、雑魚敵出たからこいつらで継続させよう。よし、いい感じか。 OKOKOK、 だいぶ上がった。うわ、待てー。よっしゃ、あー、もうこれ避けたとしてもダメなんだよな。
アイテム取っとこう。よし。ブルーストリームもね、これ当たんなくなるんだよね、これ。魔法はね、対象外だと思うんだけどね。よっしゃー、チャンス取れた。これで、フィニッシュいけるね。あ、あと一発、オッケー。ちょっと時間かかったけども。まあ、倒しました。次行こう。お、コインが2つ出てる。ラッキー。はい、4体目。ここだね。サクッといっちゃおう。攻撃力アップは継続。よし、オッケー。2体同時に行こうか。離れるなって離れるな。よし、お、すっげえダメージ。いい感じ。よし、いけ。お、ちょっとここまで減らした。さすがやね、本当に。はい、あと一発で終わりだ。ブルーストリームも5発で終わり。おう、で H の結晶とコインも出て美味しかったね。では次、ラスト、ラスト特命隊。初めてだな、ソロでここ来るの多分。まあ最初のここを乗り切れば大丈夫。5体集まってるところにむやみに突っ込むとマジで死ぬからね。そこはちょっと注意した方がいいかな。よし、 OK。 でまずドルルを先がいい。ドルル先。よし、危ね。 OK、 いい感じに。トサンも一緒に倒したね。ドルルを倒さないと範囲スタンが来るのよ。あのスタンが結構きついから、ドルルは優先的に倒すように。はい、OK。ここでアキコさんとアハスキアン倒した。よし、じゃあプーもちょっと、あ、無理か。うん、 OK。 あ、 OK、 継続していこう。プーはあんまりね攻撃してこないから避けることがねあんま必要ないのよね。 OK、 ライトニングプーは避けれる。よし、あ、腹減った。オッケー、あ、あと一発。はい、まあこういう感じで5連続の極ボスラッシュでした。はい、では今日はね5体の極ボスラッシュやったけども、もうボス倒すのも慣れすぎて結構ぬるいよね。ぬるいぬるい。だから早くねアップデート来てほしい。超高難易度をちょっとまたボスラッシュとかやっていきたいな。うん、まあ、生放送でマルチっていうのもねやってみたいので、まあ、とにかく早く来てください、お願いします。ではね、また動画出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。